ハーバード大学天文台のペインガポーシキン、セシリア・ペインガポーシキンは、イギリス・バッキンガムシャー出身のアメリカ合衆国の女性天文学者である。ケンブリッジ大学で植物学、物理学、科学を学んだ後、アメリカ合衆国に移住し、ハーバード大学で1925年に天文学の博士号を得た。ペインガポーシキンの研究テーマは、 メグナードサハの電離公式を天体の実際の温度とスペクトルの関係に応用したもので、構成の蘇生の大部分が水素からできていることを証明したものであり高い評価を得た。1933年、ヨーロッパに旅行し、ロシア生まれの天文学者、セルゲイガポーシュキンのドイツからアメリカへの移住を助けた。翌1934年に、 ガボーシュキンと結婚し、3人の子供を産んだ。ペインガポーシュキンはその後も、ハーバード大学で研究を続けたが、当時の女性研究者に対する待遇は低く、女性として、初めて上近の教授になることができたのは1956年になってからである。ハーバード大学天文台は、エドワード・ピッカリングの指導のもとに、ウィリアミーナ、フレミング、アニージャンプキャノン、 ヘンリエッタ・リービットなど多くの女性天文学者が活躍したが、ペインガポーシキンは男性が支配していた学問研究のシステムに本格的に進出した女性であった。ありがとうございます。